どうもおはようございます。皆さん、のぶよしチャンネルののぶよしです。のぶぱし、イエーイ。今日からですね、厚木の方の現場に変わるんで、今駅まで歩いてます。駅で待ち合わせなんでね。皆さん、昨日からずいぶん風が生あったかいね。これ大きい地震でも起きるんじゃないかな。俺はそんな気がするよね。茨城でも大きい地震があったしね。皆さんどうでしたか、この前の豊かの弟。面白かったってだいぶコメントいただいたんですけれども、すごく反響が良かったです。僕も久しぶりにね、豊かの弟とは5ヶ月ぶりぐらいかな、オフ会以来なんで会ったのがね。まあすごく楽しくお酒が飲めました。まあ途中豊かともね電話でお話飛んできて、まあ豊かの弟も豊かとお話できて、まあすごく喜んでましたね。豊かちゃん頑張ってるか。俺はもう今週も収録かな。まあ頑張りますよ。皆さんも頑張ってくださいね。まあだんだん寒い日がまあ続いてきますので、体がね朝縮こまってね、怪我 しやすくなりますからね。特に僕は怪我とかね、事故とかすごく気にするんでね、日々注意してます。あとなんかね、こう警護ブローがね LINE さらしちゃってるみたいだけど、皆さんどんな LINE だったのかな。ずいぶん気になるね。俺もすごい気になるんだけど、まあ友達からね教えてもらったんだけれどもね、なんか名前が書いてあったみたいだから、晒してる途中で、ああ名前が書いてあってそこまずいなみたいな思ったんじゃないかな、警護ブローね。ってなわけでね、俺も皆さん警護のね今までのラインをちょっとずつ晒しちゃおうかな。面白いと思うよ。みんな楽しみにしていてくださいね。まあ晒したらちょっと面白いかな。みんなまさかこんなことなんていうのがね、絶対何個もあるんでね、みんなが知らないところがあると思いますよ。まあ今週中に僕は X デーを設けて晒します。警護のね今までの LINE 晒します。では皆さん、僕は仕事頑張って行ってきますので、まあ今日の夜ね歩きながらの配信がね、ライブ配信できたら、まあさらすんじゃなくて、まあ少しねお散歩配信したいなっていう思ってるんですけれども、まあちょっとね今日がねそこ初日の現場なんで、帰ってくるときにどのぐらいかかるかね、時間がまだわかんないんでね、まあ様子見て今週中、今日か明日にはまたライブしたいと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。あとねまた違う方とのコラボもありますんでね、楽しみに。ちょっと面白いね、 YouTuber じゃなくても面白い人とねコラボ普通にして話したりとか、すごい面白いと思うね。そういうのいいなと思って、あともう一回一人で高尾山行きたいなと思ってます。僕はなんか休みの日に、まあここ最近ね、昨日はねすごくまた美味しいタイ料理と中華料理をごちそうになってしまって、ワイン1本も飲んじゃったな。でも二日酔いじゃないね全然。まあそんなわけで皆さん、晒しちゃうかな、警護の LINE を私は晒します。皆さん楽しみにしていてください。ちょっとねこのイケメンの顔をね間近で見るとみんな元気出ると思うんでね、ちょっとね俳優のオーディションでもちょっと受けようかと思っています。友達に探してもらってます。では皆さん行ってきますんで、のっぱしー。